はい、今日はロータスの皆さん方と、ツーリングに参加しております。愛知県の自動車販売店ウィングオートさんが主催のツーリングなんですが、今日はあの愛知県長久手の方に集合しまして、そのまま水戸マリーナの方まで、ツーリングをし、会長さんが所有している、クルーザーに乗って、どっかの島に行ってバーベキューをやるというようなね、そんな、まあ、あの企画になっています。私がね、ナレーションつけるとちょっとおかしくなっちゃいますが、まあ、せっかくのツーリングなんでね、まあ、記録の一環として少しねお伝えできればと思っています。今日はあのロータスが約30数台ぐらい集まりました。そしてあの参加されている方は約50数名ぐらいいるそうです。かなりね大所帯になっていて、まあ、あのツーリングといってもね、ばらけてしまうというような、そういう形で、まあ、まとまりがね少し難しいかなというようなところで、まあ、今ねあの道中走っているところではあるんですが、今日参加されている方、まあ、ロータスのみならず、まあ、他のねあの他の車種スポーツカーの方ですが、そういうものでねあの参加されている方がいます。私はねあのチンクエジェントで、参加してるんですが、あのなんでかっていうとね、今日ちょっと朝方雨降ってましてね、それであの午後はもう長野の方雨が降るというようなことで、帰りが少し心配なので、今日はこの足車のフィアット500で、来ました。愛知の方は天気がねあの、まあ、持つというような感じなので、皆さん、まあ、自分のご自慢のね、ロータスで参加されている方がほとんどです。そして、まあ、あの走りのロータスのツーリングなんでね、皆さん結構快調に進んでいるというようなところであるので、私もついていくのがね精一杯かなという、そんな感じであります。これでもこのままね、まあ、あの船の乗り場というか、そのマリーナの方までね向かって今目的地の方に進んでいます。今日一日このツーリングを楽しみつつ、また皆さんとの、ね、交流を、まあ、楽しみにしているところです。普段このロータスの集まりというと、まあ、ツーリングで一日終わっちゃうとかね、あと壮行会が主な目的とか、そういう時はあのオーナーさんとやはり交流する機会というのが、あまり時間が取れないので、今日は、まあ、あの走りのツーリングが半分、あと、バーベキューをしたり少し皆さんとお話ししたりとかですね、そういう交流会になると思うので、まあ、その点がねあの、まあ、いい機会かなと思って参加しました。それとあと、まあ、あのディーラーさんというかあの販売店さんの方がね、このような企画を、していただけると、まあ、オーナー同士の交流とか、またその車を楽しむ一つの場にもなるので、まあ、非常に羨ましいというかね、愛知の各ディーラーさん、まあ、あのウィングオートさんはじめね、このようなあの参加型イベントというかね、まあ、お客さん、まあ、交流とか、あとウィングオートさんはね、あのお客さん、自分のところのお客さんのみならず、同じそのジャンルというか、車種が好きな方々みんなで集まっていろいろ楽しむという、そういう企画をねあの多くしているそうです。はい、途中のね休憩場所というところで、少しここで一時停止します。ということで、ウィングオートさん主催のロータスツーリングはこのような形で進みました。今回参加のロータスは30数台、総勢50数人での大所帯のツーリングとなっています。これだけ多くの方が参加となると、隊列をなして走るということがなかなか難しい状態で、途中道を間違えたり、違うところに行ってしまったりとかですね、そういうこともありました。それでも皆さん無事にね、集合場所の三河水戸マリーナの方に到着となっています。水戸マリーナからは会長さんが所有するクルーザーに乗り換えて三河湾を進みます。
奥に見える高級リゾート、ラグーナとかですね、そういうところを横にしながら進んでいきました。この周辺も高級リゾートとかマリンスポーツが盛んのようでして、このように海上は多くの船舶が行き交うというような、そういうところを進んでいきます。そしてこの素晴らしい光景の中を進むクルーザーを撮影いただいたのは、ご存知にあたいさん、今回も数多くの動画を私の方にご提供いただきました。本当にね、ずっと見ていたいなというような、そんな動画ではあるんですが、ここだけ見ると何の動画チャンネルか分かんないというようなことにもなりかねないので、ここはね、適当で申し訳ないんですが、私のこのナレーションの方をつけさせていただきます。今回のツーリング動画は、にゃーさんの別チャンネル、イルカ池クラブの方でも、かっこよくまとめたものがありますので、そちらの方も合わせてご覧ください。私の動画の方は、記録の一つということでね、見ていただければと思います。今回ね、このロータスを通じたツーリングとクルージングということで、非常に多くの方々と楽しむことができました。これもね、同じ思考をもとに、つながりができた結果かなと、そんな風に思っています。今後もこのような企画をね、ウィンゴートさん、またニャーさんはじめ多くの方々が計画をされております。私の方も機会があればね、ぜひ参加の方はしていきたいなと、そんな風に考えております。それで、この日はですね、別の会場でロータスエンジョイミーティング LEM というね、集まりが行われています。私は当初そちらの方にもね、出てみようかなと、そんな風に考えておったところなんですが、距離や時間の問題でね、今回はこちらの方のツーリングに参加させていただきました。ロータスの皆様方が集まる機会、なるべくね、自分も参加していきたいなと、そんな風に考えているところです。そしてね、この三河大島の方に到着したということで、この船着き場のところにね、クルーザーを止めて、そして皆さん方と一緒にそのバーベキューをするという、そういう目的で上陸をしました。この三河大島はね、普段はね、その無人島だそうですね。本当にリゾート地みたいな感じになってまして、バーベキューをしたり水上バイクをするというような、そんな場所になっているそうです。そして参加者の皆様方とね、いろいろ、おしゃべりをしたりとか、このようにバーベキューで交流を深めました。皆さんそれぞれね、いろんなところから来られている方も多く、終始ね、和やかに進んだかなという、そんなところでありました。島自体は無人島なのでね、特に大きな商業施設があるわけでもなく、このようなね、バーベキューの その小屋があるというか、そんなところでした。これが何軒かあるというような、ところではあるんですけれども、隣ではまたマリンスポーツ等を、楽しまれている、別の団体とかもおりました。そして最後はね、皆さんで記念撮影をしようということで、このように出てきて、それでニャーさんのドローンで撮影をさせていただいたというような、そんなところです。それではね、今回ツーリングの模様をお伝えいたしました。また次回もね、動画の方でよろしくお願いいたします。